鉄腕アトム生誕の地とされる高田馬場で流通している地域通貨アトム通貨が今年から全国の商店街に広がることになり、今日地域の清掃活動など記念イベントが行われました。イベントには地域住民や学生など500人が参加し、まずは早稲田通り周辺に落ちている吸殻やゴミを清掃しました。高田馬場の近辺が綺麗になるようにと思います。タバコ拾うのが楽しい。え？タバコ拾うのが。清掃活動の参加者にはご褒美としてアトム通貨50馬力が贈られました。アトム通貨は10馬力、50馬力など3種類があり、マイバッグの持参など環境にいいことをするともらえ、加盟店での買い物に使えます。今日は学生らがマイバッグ作りやクイズなどのブースを設け、参加者には10馬力を贈呈しました。アトム通貨は6月から北海道や宮城でも流通が始まるなど、全国各地で使えるようになります。